大きな角を持った乗り物で突進するか、大きな体をした乗り物でパンチをすればこの岩は壊せそう。痛いな。え、こいつでいけるんかな。一丁上がり。無理やん。舞い上がれ空高く。てか残りのメンバーはどこ行った。誰もおらんねえけど、この三人しか。何昔から言い伝えられとる曲かな。ケトス以外に何が目覚めるんこれで。あ、なんか主人公だけおった。もう何、いつの間に。何かが。剣に宿った？はっ。声が出た。唐突に。なんかケトスパワーアップしたよ。防御力が高くなってそうな感じ。鎧まとった鎧。お？角？なにケトスで戦うん。え、瞬間移動。セニカは？すごい！聖なる苗木で見た時と同じだわ。これが覚醒したケトスちゃんなのね。私はケトス。かつて勇者ローシュを背に乗せ、邪神ニズゼルファと戦いました。空中戦、うん、てかケトス喋るんや。ケトスの声。ち、何か話そうとしていますわ。邪神ニズゼルファ、その強さは想像を絶するでしょう。マジで？バンデルフォンの地下面。てかケトス女の子やったんか。ローシュの仲間ネルセンが残した試練に挑み、邪神に負けない強さを身につけるのです。バンデルフォンの地下迷宮。ネルセンが残した試練。我が心、ローシュと共に。私の力があれば。ネルセンってローシュの仲間やった。ネルセンの宿屋のやつよね。バンデルフォンの地下迷宮か。確かに邪神と戦う前に準備をしておいた方が良いじゃろうな。何準備って。とりあえず今のところレベル的には大丈夫や。大丈夫じゃなかったら困るよね。99やもんね。何、なんか強い武器があるとか防具があるとか。確かにグレーグだけレベルは低かったんかな。戻る姿。お、名前に反応した。いよいよ邪神ニズゼルファとの決戦だな。
だがその前に世界中をめぐって邪神討伐の力を蓄えるとしようぜ。まずはケトスの言うバンデルフォンの地下迷宮とやらに行ってみよう。バンデルフォンに行くならネルセンの宿屋にルーラで行くのが手っ取り早いと思うぜ。お、大空の勇者。ケトスの真の力を解き放ち、邪神ニズゼルファに挑む大空をかける勇者に贈られる称号。じゃあとりあえずネルセンの、どこや？あ、これか。はい。で、バンデルフォンの地下迷宮。あら、いらっしゃい。あんたもこの宿の噂を聞いてここにやってきた口だね。今うちの宿に泊まるとみんな不思議な夢を見るんだよ。どんな夢か知りたいなら泊まっていってね。あれ？ってことは、まだ、父親とか救う前の話これ。てかそうよね、全部元通りになられたらさ、せっかくこっちじゃねえやせっかく救ったさ、自分の父親と母親の魂全然救われてないことになるってことか。めっちゃネオルかわいい。え？違うかもしれん。いや、違わんねん。ネオルよね。え、かわいい。あれ、なんていう子やった？ベビーパンサーの色違いやろ？バンデルフォン。あ、この子ら、この子ら。あそこか。バンデルフォンの地下迷宮。どこ？この裏側か？位置的に。あ、ここっぽいね。よし。なんなんやろ？何すればいいんやろ？ネルセンの迷宮。とりあえず行こう。え、ここってさ、前の世界で行ったことないよね。何これ。あ、行ったことあるか。なんかどこかしらからワープして逃げたことがあったよね、カミュと。魔法陣は不思議な光を叩いている中に足を踏み入れますか。はい。逃げてきてここに出てきたんやった。え、わからん。ネルセンの迷宮、狭間の霊道。あ、めっちゃ嫌な感じ。すごく嫌な感じ。ん、なんか、セーブするとこあるね。うわ、なんか、気持ち悪い。なんか、周りの景色とかさ、何にも変わらんけんさ、めちゃくちゃ気持ち悪いんやけど、とりあえず、お祈りしとこう。ここでセーブがあったってことはさ、この次何ボス的なものが出てくるってこと？ネルセンの迷宮、試練の里への道。何？どこ？え？なんか、謎な場所だな。何？来たことない場所？なんか建物あるっぽいね。え、これさ、クレーモラン方面の何かじゃないの？あれ？今、え？今さ、私らが出てきた場所ないやん。どこよ。あれ？なんかあそこに、あ、そっか、これ行けんのか。こっからじゃ行けんのか。なるほどね。はいはいはい。これはなんかよく似た違う場所ってことなんかな。ね、なんかクレーモラン地方のさ、景色と似てない？え、多分、あれ、さあ、山小屋やない、学者のおじさんがおった。違うんかな？こんな感じじゃなかった？パラレルワールド的な感じ？
誰もいない。辺境の小屋。休めるんやね。宿屋のマークあるし。試練の里。あ、ハテナがいっぱいあるんよね。とりあえず上行ってみよっか。これはさ、なんかその行く先々でボスみたいなのがおるってことなんかな。それともその辺におるモンスターと戦ってレベルを上げるみたいな感じ？まあ、モンスター言うほどおらんねえけど。今の時点でなんか全然おらんけど。さあ、なんかいっぱいおる。急に現れたいっぱい。え？なんかあっちから出てきた。なんだそれ。これ試練の里への道なんよね。ってことは、あの、丸い建物のとこ行けばいいってことかな、試練の里。とりあえず私はその辺のモンスターは無視して無視して、じゃ試練の里っていうとこに向かおうと思う。もうね、道中は無視して目的地に一直線でいいよね。あの、ね、あれは何？キラ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 なりよるやつ。なんか地図上でもさ、マークがついとんやけど。ね、これ何これ？これ。え、何？ワープ？どこ？なんかこんなとこに来たんやけど。やめてやめて、遠くなった。これ一応決まったところに出てくる感じかな？うん、やね。よかったよかった。んーで、ん？どこだ？え？どこ？こっち？え？違くない？ここか？大きな角を持った乗り物で突進するか、大きな体をした乗り物でパンチをすればこの岩は壊せそう。痛いな。え？こいつでいけるんかな？大きな角を持ったやつとかおらんくね？こいつでいいんかな？とりあえず倒すか。グランシーザー。その角使える？ちょっとその角使わせて。一丁上がり。無理やん。え、だってあれよね。確実にどう考えても、乗り物じゃないもんね、あれ。待って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 。でもあそこ通れんかったらさ、試練の里行けんねよね。あそこのみやろ？試練の里に繋がっとるの。あー。あれ？なんか、え？なんかおるモンスター変わった？さっきまでこんな奴らおったっけ？あ、なんかあいつ光よりやん。え？光よりよね？ほら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 。私の思い描いとるやつとは違うけど。え？これでもいける？その鉄球で壊せたりとかするかな？え？違うやん。いや、馬には乗れたけどさ、鉄球とか何も関係なくなったんやけど。え、鉄球とか何も関係なくなったよ。絶対これ壊せんくない？それ、角じゃないよね。耳よね。耳と羽よね。絶対いけんやん。え？あ、まあ、確かにね。あ、ちょっと一旦。え、だってダッシュしかないもん、ボタン。確かに呪いいなぁとは思いよってけん。移動には助かるけど。助かるけど。違うんよね。ほらほらほら、なんかさっきとね、全然。いや、さっきまでのモンスターもおるんか。でもさっきまでさ、その辺になんかスライム系のモンスターおったことない？あれがおらんくなって。で、ほらほら、モンスター変わっとるんよ。
いやでも思っとるのとは違うんよね。ってことはもう一回どっか、もう一回ちょいこっち行ったら、あ、そっか、え、あ、一回目ワープしてきた時って、あ、なんかワープしてしまった、違う違う違う、戻らなって急いで戻ったけん、ここちゃんと見てなかったんかな。これよ、これ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 、私が思いよったやつ、これこれ。え、で多分、あ、思ったより早く走る。え、どこ、あ、そうか、ここ壊していけばいいんか。あ、なるほどね、ここから出るためのか。ちょ、君邪魔。抜け抜け抜け。突進。見えねえ。そうよ、ちょっと君を探しとったんよ。なるほどね、あそこしっかり見てなかったんや。全体くまなく見たつもりやったけど、まだまだやったな。そう、私が考えとったのはこいつ。え、じゃあでっかい体のやつとかは別におらんってことかな、ここ。もうあれで全部やろう。と、うわー、あっという間に。あっという間に、あっという間に。こっちの方向で合っとる？こっちはこっちでまたモンスターが違うね。あー、やっとたどり着いたんですけど。いや、まだ遠いけど。はぁ。何をやってたんだっていうぐらいあっさりやったね。確かに、うん。ワープした先、全く見てなかったわ。一瞬で戻ってきたわ。そろそろ降りていっか。いや、一応ここまで。よいしょ。ありがとう。うわ、またこの気持ち悪い空間。このね、周り全く動かんのに、なんかじわじわ近づいてくるっていう。いや、自分らが近づきようやけど。ちょ、一回一回とりあえず、記録するか。なんかね、なんかあったらいかんけん。さあ、進むぜ。あれ、次は、神の民の里や。ん？またそこになんか。は、モンスターが。なるほど。モンスターがおるあたりちょっと違うんやな。え、安らぎの神殿に行けばいいんかな。でも他に、特にマップには表示されてなかったね。あれ？おるよ、なんか。普通に。勇者アイラとその仲間たちに光あれ。ありがとう。なんか中に道具屋ある？なになになに、怖いんですけど。何が起こるんや。これ何？何のレベル？ああ、これまでの冒険によって価値技術が向上した。ふんふんふん。めっちゃいっぱい覚えたやん。まあ、私、あれやね、全然価値やらんけんやね。一気にって感じ？うわ、めちゃくちゃなんやけど。やばいやばいやばい、どんだけ？怖い怖い。火事の必殺技、ヘパイトスの炎を覚えました。ほう、そうですか。いや、いいです。違う違う違う、そこの子に話しかけようとしたの、私。勇者様いらっしゃい。ここは打ち直しの宝珠ショップだよ。不思議な火事で打ち直しの宝珠を使えば、素材がなくても装備品を打ち直して、敵の良さを上げることができるんだ。勇者様は今、打ち直しの宝珠を5個持っているようだね。1個100ゴールドになるけど、何個買っていく？いや、いらないです。地上の世界でも迷宮の中でも、ゴールドがなければ何もできません。どんな場所でもお金は大切にしましょう。あ、なるほど、そういうこと。ね、ここは何？幻なの？なんか、普通にね、みんないるんだけど。いつか来る勇士様のために、とっておきの品物を保管してたの。きっと役に立つから買っていって。
ほう。いやー、いいよ。邪神ニズゼルファのまとう闇の衣。あの暗黒のバリアを剥がさない限り、あなた方に勝ち目はないでしょう。言い伝えによると、先代勇者老子は、勇者の剣の力を借り、闇の衣を剥ぎ取ったそうです。ロイス様より受け継がれし、誠の勇者の剣。アイナ様も邪神に挑む際は、その勇者の剣を使うのです。それが反撃の呪しとなりましょう。ほう。今持ってるのとはまた別？勇者アイナとその仲間たちよ。あまたの困難を乗り越え、よくぞここまでたどり着いた。あまたの困難乗り越えたんかな。別に、乗り物探しは苦労したけど。だが、喜ぶのはまだ早いぞ。ここはネルセンの迷宮の始まりに過ぎん。周囲の祭壇にある三つの聖なる苗木。勇者があれに手をかざせば、迷宮のさらに奥へ行くことができるのじゃ。その先の試練を乗り越えたとき、お前は真の強さを手に入れるじゃろう。さあ勇者よ、心して進むがいい。あ、そういう感じね。なるほど。え、ここがやっと入り口？おいー、入り口までぐらいもうちょっと楽に来させてくれる？なるほど。ここから、あそこ行って、あそこ行って、あそこ行ってって、それが試練なわけやね。ほうほうほう。ほい、ということで。じゃあ、今回はこの辺で一旦終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。え、今私が話したのって長老よね。ってことはやっぱりここは現実の世界ではないって感じかな。めちゃくちゃ起きとるもんね。